このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、麦わらの子猫が初めて甘える膝のりやへそ天にキュンし注意ということでですね、この子がきなこちゃんで言いますよ。3姉妹の一人なんですけれども、今回は特集しますよ。するとへそ天してくれました。今まではね、撫でられてもすごく逃げ回ってた子だったんですけれども、お尻トントンに目覚めたのかなと思うんですよね。甘えたいって感じが可愛いけど、ぴったりくっついてるやんか、あんた。これは可愛すぎないですか。膝乗ってくれんの。あら、小麦ちゃんが来てくれたね。多分ね、お尻トントンしてもらいたいんですけれども。あ、降りたか。ってことでね、小麦ちゃんがね、近づいてきて、お尻トントンの催促ですね。で、きなこちゃんお尻トントンしておりますよ。キックする？可愛いやんか。あ、ぴったりくっついてるね、小麦ちゃん。でもね、今回はね、きなこちゃんの特集なんですが、ポンとやってきて膝乗る。あ、乗ってくれた。でもすぐ降りるんですけれども、ちまきちゃんもやってきたね。おしりトントン大好きやもんな。保護猫カフェではですね、おしりトントンすると猫ちゃんに囲まれるってことが結構あるんですけれども、へそ天してる、掴んでる、ちょっとじゃれたくなってきてるよね。スリッパで遊んでるやんか。あー、たまらん。これは可愛すぎないか。ああ、ちょっと移動しちゃったね。あ、でも、ちまきちゃんにね、スリーってありましたね。で、しばらく時間が経つとですね、落ち着いてましたね。今回のお店は、新大阪付近、阪急、JR、淡路駅近くにある保護猫カフェ、森の猫屋さんです。お腹触られても大丈夫やねんね。やっぱ、お尻トントン大好きなんだわ。おもちゃは？あれ、子猫ちゃんなんでね、おもちゃ大好きかと思いきや、遊ばないやん。お尻トントンがいい。お腹もふもふすんのはいいの？遊んでほしいな。ちょっとわちゃわちゃしたところも見たいですよね。あ、やめろ、言うてるお腹。あ、甘えてくれるかな？伸びってなって、あ、グルーミングか。めっちゃ可愛いわ。かも。あ、でも噛んじゃいけないって今分かってましたよね。多分怒られた経験もあるかもしれないですね。で、猫兄さんもね、少々噛まれるぐらいだと怒ったりしないのでね、それでどんどん甘えてくれるのかなって気はしておるんですけれども、いろんなおもちゃを見せても遊んでくれないね。遊べへん？今そういう気分じゃないかな。このおもちゃの先端が動くんですけれどもね、レバー引くと。遊ばへん？遊んでくれへん？ねえねえ、遊ばへん？そっかー、お尻トントンがいいか。コロンってなる。あ、そしてね、カキカキしてるやん。爪と入れんのか、ふみふみ、ふみふみではないか。ちょっと興奮はしてきてますけれどもね。ん？おもちゃにちょいってやった？遊ぶかな。遊んでくれると可愛いんやけど、またね。でも、お腹見せてる。あ、カミカミしてる。ちょっと遊びたなってきたか。いいやないか。これ結構カミカミするとすぐ潰れそうな気がするんやけど、大丈夫かな。甘えてくれとりますわ。なんだ、猫パンチ猫パンチして。いいですね、この子。あー、手にじゃれないね。え、グルーミング。遊ばないか。お尻トントンしておりますけれども、ね、ぴったりくっついとるわ。あら、手に噛むふりしてるけれどもやらへんな。えらいえらい。あ、ええ顔するやんか。顎の下もすっきり。でもグルーミングか。カチャカチャカチャー。すごい体勢になってるね。安心してくれてんねやろうね。普通お腹見せてくれないですもん。あ、後ろ足触っても怒らへん。猫ちゃん後ろ足結構苦手やったりするんですけれども。あー、猫兄さんは安心してくれたか。よかったよかった。まあこれだけね、甘えたさんなんでね、里親さんもすぐ見つかるかなとも思うんですけれども、
ただね、3姉妹がいてママも一緒に保護されてるということでね、さすがに全員一緒っていうわけにはいかないんでしょうけれども、まあ誰か一緒にとかっていうことはあるかなと思うんですけれども、でもね、どの子もね、穏やかで可愛いのでね、2匹で里親さんになった方が環境にはすぐ慣れてくれるかなって気はするんですけれども、ゴンが遊んでるね、なかなか珍しいよこれは。ひなこちゃんはペロってしてくれたね。めちゃくちゃ穏やかな子やんか。お尻かきかき、あ、嬉しい。お尻かきかき好き。コロンってなった。また可愛い顔してくれんな、あんた。あ、でもちょっとじゃれたくなってるかな。今猫パンチしようとしたもんね。じゃあそれでは足伸ばしてみましょう。膝を置いて、置いて、シータンタンタン、あ、来る。来てくれましたやんか。ありゃ、これは可愛すぎやん。ねえ、皆さん、これはキュンシュタイムじゃないでしょうかね。このクリクリおめめ、たまらんでしょう。疲れてお家に帰ってね、猫ちゃんにこんなことされたら一日の疲れ吹っ飛ぶんじゃないかなと思うんですけれども、皆様いかがでしょうかね。いやー、ほんと可愛いわ。おめめくりくり。お腹触っても怒れへんのいいね。しかもグルーミングしてくれたよ。ペロペロしてくれるやん。あー、たまらん。今は甘えたいのであんまりね、遊んでくれないんですけれども、きなこちゃんも結構遊んでくれるんですよ。また後ほど遊ぶかなとは思うんですけれども、うん、めっちゃ甘えてる。お、遊ぶかな。ちょいちょいしてるやんね。遊んでくれるでしょ。なんか走り回ったりとかはまだ遠慮してできないかなと思うんですけれども、お家に入ったらまあまあやんちゃになるかもしれないですけれどもね。ちょいちょい可愛いよね。え、遊んでくれるでしょ。きなこちゃんがお家にいたら毎日楽しいやろうなと思いますよ。ゆっくり遊ぶね。足でタンタンタン。あ、カミカミしてる。ちょっとこの後興奮するんですよね。コロンってなったでしょ。ねえ、激しなったやん、ちょっと。あ、ちょっと攻撃する。あ、足噛んだよ。ちょっと痛かったのでね、距離取られちゃいました。ちょっとだけね、遊ばない時間が増えたんですけれども、こちらがお気に入りのおもちゃらしいんですよ。で、猫パンチしてるでしょ。しかも立ち上がったりとかね、今までしなかったんですけれども、このおもちゃだったら結構してくれるようなんですよね。おもちゃ、もう、あ、もうええの。あ、梅ちゃん走ってきた。梅ちゃん遊ぶ。ええやんか、かわいいよ梅ちゃん。ひなこちゃん遊んでくれるんですけれども、そこまでわちゃわちゃしてないのですごく遊びやすいかなと思うんですよね。いいじゃないですか。この後ね、姉妹のよもぎちゃんと一緒に遊んだりとかもしてたんですよね。本当に穏やかでいい子たちですので、お家にいかがでしょうか。皆様いかがだったでしょうか。きなこちゃんは甘えたさんで可愛かったですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ森の猫屋さんでした。